何年ぐらいですか。どうでしょう、これで、3、4年ですかね。多分1年か2年目ぐらいで差し直しして、これもうちょっとですかね。10年は行ってない。10年は行ってないと思いますね。いいですよね。そうですね。足元がね、すごく綺麗な発泡粘りで、ようやく溶けてきましたね。うん、あ、普通にパー、綺麗な、ね、広がってますね。うん、こちらの方もね、ずっと、だから発泡粘りで、なるほど。そうですね。で、もうちょっと成長するとこうなると、うん、なかなか足元が。ケヤキ、そうですね。ですね。ですね。ケヤキシリーズで。ケヤキシリーズ、はい。小さいものから大きいものまで。そうですね。あるんですけど、見るところで言うと、うん、まあ粘り。粘りですね。で、あと幹。幹ですね。この苔順といってスーッとこう細くなるような、うん、そうですね。でこれはまあこういう一箇所から結構出てますけどね。はいはい。はい、あとはやっぱ枝が小さ細かく。そうですね、細かくですね。これは結構枝がほぐれてますよね。だから葉っぱもそれこれ割と小さくて枝もほぐれるっていうですね。このちょっと先端だいぶ伸びちゃってるんで一回こう刈らないといけないですね、冬にね。まずやる作業としては、はい、二股に分かれてるとは言いながらも、一応これが こちらが芯になってくるんで、うん、少しこれをまっすぐに立てたいんですね。でここを少し寄せたいと。それと枝で言うとこういう枝はねちょっと使えないのとちょっと太ってますんで、こういうのはここに枝があるんでこういうのは抜いちゃいますね。あとこういう長いのも切っていくんですけど、こういう芽がある芽の上でですよね、はい、なるほど。こうかというふうにこの芽の上で、うん、はい、切っていきます。これ切ったところからまた二股になっていく、枝が出ますね。この芽から枝が出てくる、はい、枝が出てくる。細かくなっていくわけですね。細かくなっていく、そう、まあ、細かくなってきますね。こういうのもどっちに出したいかなって、こっちに出したいかな、こっちに出したいかな。今こうやってここからこう来てこう左に行っちゃってますんで、はい、こっちに出したいんでこの芽の上で切ります。はい、あの枝の出る方向を考えてですね、あとは全体の輪郭を見て、まあ、長い枝を切っていくよと、こんな感じですかね。ここに針金1本かけて、うんうん、であとこれとこれですかね、少し寄せるような感じで。なるほど、はい、これとかだからこのやっぱ後残っちゃってるのが、そうなん、残っちゃったのこれはね大失敗だったんですね。ケヤキだと結構痛で、それだけ太ったってことですね、1年で。ああ、これもあれだ、せっかく雑巾かけるんで、はい、さっき言ったあれやりましょうか、これ。あ、なるほど、うん、雑巾なんでこういう風にならないようにってことですよね。あのクッション材として紙を、結構ね難しいんですよ、これ曲がってると綺麗にできない。ランダムじゃなくてなんかそういうようなものね、それをそれもだから1年じゃ止まらない。そしてこれもちょっと太いね、抜いておきましょう、うん、これもここに次の枝があるんで、はいはい、この太い枝は抜いちゃって抜いておくか。この前は寿司屋だったけど、12月の25日に退院したばっかりなんだもん。9月か10月頃カテーテルで、でちょっと開いてますよね、ここがね。そこなんでちょっとこれとこれでちょっと色が合わないですけど、あ、これラジオペンチらしいですね、これね。あ、言っても、なんかコメントでね、ラジオペンチって言われてみればそうですね。まあそうですね、あの医療でも何でもないの電気配線とかの、うん、基板関係ですよね。あのやる人が使う、ね、こういうのもねちょっとこうクックって曲がっちゃってるんで、うん、ここですよね。こういうのもこれいい機会なんでこういう時に直しておいてあげると、うん、結構こういうのケヤキとかだと上の方が太くなっちゃったりする時が、あ、そうですね。だからやっぱり枝が多いからですよね、うん、ちょこちょこ切った方がいいですか ね、そうですね。どうしても枝数が多いとね太くなっちゃうんで、でこいつをまあこれをすごくケアしてあげながらポキッていきますんでね、うん、
さんもぐっと寄せると、寄せるってことですね。でこういうところまっすぐ、まっすぐに100歳、これも描きたくなってきますね。ケヤキは、まあ、時期的には葉が落ちてからやっぱ針金とか寄せたりとか、まあ描きやすいですよね。ただあんまり冬やっぱりやると春先枝が枯れてたりしますね、たまに。へ、5月にもケヤキはやった方がいいって、ああちょうどそうですね。あれは 葉切りとかね、葉切りっていうんですか、こんな感じですかね。これでとりあえずの、しつけは割と寄せてった感じですね、っていう感じですね。とりあえず寄せたって感じですよね、こういうね。まあど真ん中にするかどうかですね、こうね、まっすぐね、どういうのがいいところあるんですか。ただね、こっちがなくなっちゃうと寂しいんで、これがど真ん中行くとこっちがなくなっちゃうんで、やるなら例えばど真ん中持ってって、こういう枝で少しカバーしてあげるか、で芯はやっぱりこう見えるようにしてあげる、もう一本太い枝、あでもこんな感じでいいんじゃないですかね。ここまでやるとやりたくなりますね。あとは正面もやっぱり、欅であっても裏枝ってあった方がいいんで、はい、そうこいつは裏枝になってくるんで、この二股の間からこの裏枝がこう出てくるように、さっき言ったようにこれを真ん中に持ってきたんで、ちょっとこいつを広げてあげて、でこいつも少し広げてあげて、こちら側をカバーしてあげるという感じですね。もうちょっと切っていこうかな。だんだん気になってくる、だんだん気になってきてね、やっぱり切りたくなっちゃう。とりあえずこんなんで、しつけたよっていう、これだって本当に何百円の木ですからね、初心者の方はこういうの買ってきて、こうやって針金かけてやっていけば将来良くなるよという木ですよね。こういうの買うときにどこを見れば、そうですね、まずはできるだけ短い距離の中でこういう二股が分かれの分かれですね、綺麗な分かれがあるっていうことですね。好みで2つ左右両方蓋、これなんかこういうような二股でね、綺麗な太さのもので合わせてこういう二股に作っていく方法、まあ、これもそうですね、裏枝ありますよね、こっち側にね、こういうのと、あと芯があって、片方これなんかですと片方やっぱり芯を作っといて、こちら側で芯をつけて、作っといて、そこにこう寄せるような芯立ちっていうんですけどね、芯立ちなんだけども全体的にこうほうき作りにするっていう、これも好みですね。なんでそれはどちらでもいいです、太さが同じでも違いがあってもいいですし、ただこういうやっぱり分かれがこう綺麗に、できるだけ綺麗にこう分かれるっていうね、こうスースースーとこう上になるように、これもだからここはグッと寄ることによって綺麗にですね、この分かれがなったと。前枝もほらカエル股ってこう言いましたけど、こういう木も結構あるんですよ、この平泳ぎの足みたいなね、カエル股っていう、こういうのやっぱりなんだ、こうキュッと詰まってこういうふうに綺麗に鋭角に出るやつですね。で葉っぱがあるときは葉っぱの小さいものですね、このぐらいのサイズになってくると、やっぱここの肌も見た方がいいんですかね。まあそうですね、古さもね多少気になってきますけど、あとこれはね買わないと分かんないんですけど、この八方粘りっていう欅はそれがすごく大事なんで、そうですね、あこういうのちょうどいい根が出てきてますよね、こういういい根がね、ちっちゃいのが粘りも見ていくと、でこういうの場合によってはちょっと太いやつはもう切っちゃうかもしれないんで、これも植え替えしながらこの 根を作っていく、粘り作るのは植え替えなんで、粘りの作り方とかもあるんですか。粘りの作り方ありますね。粘りを作り方っていうのはこれ本当はね植え替えの時にやるといいんですけど、幹の真裏はもう完全に何もないです。こういう小吹きとかで綺麗にこの裏の根は全部綺麗に刈っちゃって、でそうすると本来こう直管って出やすいんですけど、それと全部切ってやることによって横の根が出やすくなる、それで八方粘りになるんです。
あ、なるほど、真下に出てる、ここから下に出てる木を、出てるやつは切って横に広げてあげる。へえ。だから下にある芽がまあ出ないように500円玉置けとかっていう人いたんですけど、500円もったいないんでペットボトルのキャップでもいいですけ ど、 そういうのを置いていった時はありましたね。でも欅の鉢って大体薄いですもんね。そうですね。だからそういうの関係してるのかな。ああ、まあまあでもやっぱり薄い鉢に入れた方が、根が出やすいですよね。そうですね。へえ。で、あと例えば根がないところはこういう彫刻刀とかであえて傷をつけて、で、あと発根剤っていうこういうスプートンってあるんですけどね、こういう発根剤をつけて、で、あえて傷をつけて発根させるとか、あと千枚通しとか、これは昔よく使ったんですけど、それも例えば根のないところにこれを刺激、穴を開けて刺激出し作って、でそこにルートン塗って出させるとか、これは昔よくね、黒松太らせるのにこうつついて刺激を与えて太らせるなんていうんでやってたことあったんですけど、ついんでやっぱり根を出させるっていうことですよね。あと今度これですね、第2弾。これもやっぱり冬の作業どうしようか、太い枝をやっぱり整理しようということですね。でこれはこちら側に芯があって、でそこに寄せるんですけど、まあ、ちょっとこういう来たで、ちょっと気になるのがここですね、ここ、これ太くなりますね、間違いなく。で、さあどっちを切ろうかっていうのがあるんですけど、選択肢としては、一つは短い距離のところにこの枝があるからこちらの方がいいかなと。普通はね、外側切るんですよ、こう上に上げたいから外側切るんですけど、ただここでこう切るとここ傷になるんですよね、傷が表に見えちゃうっていうことなんで、こちら側を切って傷を見せないようにしてこれを上に上げてあげるということですね。そうすれば傷はね、こっちからは見えないですから、まあ、それにしてもちょっとこれも太ってきそうなんでちょっと詰めておきますね、ここでね、基本となるところだけはこれが芯になるところなんで、ずっとねこっち曲がってたんで起こして、でこいつも起こして、あと太い枝をね今少し何本か抜いたっていう感じですね、はい、であとは少し全体にこう詰めていって、太い枝にあるやつは紙を巻いて、そうですねって感じです。やった方がさっきみたいな針金食い込みがならないと、なるほど。とりあえずこれででこいつもと見ていらない枝ですね、こういう太い枝とかですね、これはあっても枝にならないんで、他に太い枝があるのにこういう枝を抜いちゃいますね。そしたらこれはちょっと全体に縛っちゃいましょうか。はい。これはビニールテープですか。そうですね、ポリ紐ってやつですかね、ペンにやるとねポキポキ折れるんで、ちょっと少しずつやっていきます。なんかやる目的としては、要は真ん中に寄せていくっていう。そうですね、真ん中に寄せるってことですね。この時期にやるんですか。そうですね、冬ですね。で春先外す。外す。ぐーっと縮んだやつがこう春になってふわーっとだんだんと広がっていくと。葉が荒れてきちゃうじゃないですか。その前に葉取っちゃう。そうですね。芽が来る前ですね。なかなか知らなきゃできないですよね。そうですね。結構ねこれやった時に枝折る時があるんで、あんまりいっぺんに、はい、無理しなくて。もう一つはこれやっとくとちょっと暖かいかなって木が。気持ちですか。気持ち。多分これ完璧にやればね。そうですね。それだけで暖かいんじゃないかな。でかなりざっくりなんですけど、何をお勧めしていいかどうかわかんないですけど、これで切っちゃうっていう。すごい。これはいいかどうかわかんないです。どうなんですか。どうなんですかね。だけど相当性格の荒い人は。はい。ただそうすると広がっただけに綺麗に大きになる。まあまあまあそうですよね。はいはい。そんな感じで本当はもっとねちょっときつくやってもいいんですけど、結構枯れるんでちょっとこれぐらいにしておきます。ありがとうございます。ちょっと緩いですけど。こいつはもうちょっとやっぱり先端ちょこ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 丁寧に切っていくしかないんで。欅はどうなんですか、魅力というか、なんて言えばいいんですかね。やっぱり木の中で、雑巾の中でも特殊な樹形ですよね、ほうき立ちっていう。そうですよね。だから優しく優しくやっぱりふんわかふんわか作る。で、やっぱりその中にも細かい二股の枝分かれとか、そういうのはちゃんと作りながら全体でほうきにしていくということなんですよね。曲げることも別にできるんですよ。ただあんまり曲げるっていうよりは曲がってるのを直す方が多いですよね。本当ですか。やっぱり外側外側って広がっていくんで、ベテランの方になるとね、やっぱり外の枝を切って
内側の枝を吹かせるっていう作り方する人いますね。内側内側へと芽が出るように、ほうほうほう、はい、これ全体に一回り短くしておくってことですよね。散髪みたいですね。散髪ですよね。紐で縛ってもいいんですけどね。若い木はもっとこんなのよりももっとギュッと本当に細くなるぐらい強く縛っても全然大丈夫なんで。なるほど。はい、ここね枝傷めることがあるんでちょっとこれはでも注意した方がいいんで、ちょっとふんわり作りましたけど。この小さいものだったらもう数百円。そうですね、数百円じゃないですか。それをこう作っていくってのも、はい、はい。でもこれだって将来経てばもう10年も経てばすごくいい木になると思うんで。なるほど。10年がね多分若い人とかだと長いと思うんですけど。そうです。年重ねてみると早いですよね、うん、10年、うん、そうですね。ですよ。あ、なのでぜひ木焼きもね初心者にはいいかなと思います。そうですね。ちなみに 何番目ぐらいに好きなんですか、木焼きは。雑木だったらでも一番好きかもしれないですね。あ、本当ですか。うん、木焼きはやっぱり、うん、欲しくなる木ですね。うん、なるほど。そう、あとイワシゼが結構好きでね。あ、イワシでもいいですね。イワシゼ見ますか。これがイワシデなんですけど、はい、イワシデって肌が実は2種類あって、うん、こう縦割れする縦に模様ができるやつが一般的に多いんですね、はい、あの白いところにこういう縦、うん、はい、で、あとはこういうもう1種類がねこういうゴツゴツするタイプのものがあって2種類あるんで、これはお好みですね、どっちがいいか。割とこれイワシデなんですね。これイワシデですね。カエデみたいな、はい、一般的にはあれですもんね、ゴツゴツしたなんか肌というか。そうですね、あの肌がいいって言って ねよくありますけどね、はい、こういうのもあるよって話ですね。 であと一個だけこれだね、紹介動画自分の見てて一個紹介した方がよかったなと思ったのがね、長寿梅、あれどこ行ったかな、あのどこ行っちゃった、見つけられなくないです、見つけられなくないです。この辺違う、あ、これか、これこれ、そう、あ、これ、うん、ありましたね。これありましたよね。これがね一つの家族って見えるんですよ、株、うん、立ちって。でお父さんがここにいますよね、うんうん、大黒柱がここにあって、でこれが奥さんですから、はい、奥さんこっち向いてると、うんうんうん、夫婦ね仲良くないよって、まあそういううちも多いですけどあの奥さんだからやっぱ旦那さんにこう寄り添うわけですよね、はい、その他今度子供がいて、うん、で子供の中でも例えば18歳ぐらいの、はい、あの反抗期のやんちゃ坊主がみんなで家族で旅行行こうよって言ってるのに、いや俺嫌だよって言ってるような、そう、ちょっとやんちゃ坊主の一人ね外れがいて、はい、で一番ちっちゃい末っ子はやっぱりお父さんお母さんに寄り添ってるっていうような、うん、でね、そういう子供たちをがいてっていう、そういうのがこの一つの家族構成になってる、はい、で見ると結構ね株立ちの木を見るとやっぱりそういうあの見方があって、さっき言った主木に対して奥さんが寄り添っていくよっていう感じですよね。で長男がいて次男がいてって、うん、あと子供たちがね、うん、何人かいてっていう、一応そういうものを表現してるっていうのをちょっと言っときたかった。もともとはこれ別の木がくっついてってことなんですか。いや、これはね両方あります。あの1本からできてる場合と、うん、これはちょっと分かんないですけど、まあ、できれば株立ちっていうね、うん、あの寄せ植えじゃなくて株立ちの方が価値が高いですよね。あのこういうの例えば切ってこういうとこ刺してったら、うん、いつかそういう風になるのかな。でもね癒着する可能性ありますね。あのこういう長寿梅とかあの雑木なんかはそうですよね。なるほど。あの例えば4本のところに欅だとか、うんうん、あのもみじだとかを寄せて、くっつけて、うんうん、と板根っていう根でねくっついちゃって、はいはい、癒着しやがあるんで、なるほど、それも根があの一緒ですけどね。株立ちとねちょっとあれが寄せ植えっていうの価値がちょっと違うよっていうことですよね。なるほど、はい、紹介したかったんで、はい、雑木もいいですね。いいですね、うん、はい、楽しい。